で昔ながらの本当に自然な状態のいわゆる天然醸造っていう環境を作っています。今日これから張り込みをするのは国産の青森県産の大鈴という品種の大豆です。大豆の粒の大きさは中粒ぐらいで、大豆に含まれているタンパク成分がとても豊富なところが青森県産の大鈴の特徴です。原料は3つからっていうところでとってもシンプルなんですけど、大豆、小麦、塩が原料になってます。実は作るプロセスにおいては目には見えない微生物、作る過程はとっても複雑で繊細です。今からここにある大豆を下に流し込んで、でそこから風を使って次の工程の大豆を蒸す釜とかに移動をしていきます。外からつながっている配管を通って、で上の赤い配管から圧力釜に大豆が落ちるようになってます。この工程はお醤油作りの一番最初の工程で、大豆を蒸す作業です。その目的は大豆がしっかりと柔らかくなって、これから麹菌だったりとかが分解しやすいようになるだけしっかりと大豆を柔らかくすることを目的にしています。大豆を蒸す時の温度はだいたい115度ぐらいの温度で、115度ぐらいの蒸気を当ててだいたい40分ぐらい蒸気を当てます。で昔からその伝統的な製法の中でだいたい115度ぐらいで40分ぐらいっていうのはある程度決められたやり方です。原料の大豆に含まれているタンパク質、タンパク成分の多さっていうのがお醤油の旨味につながります。これはお醤油の原料の一つの小麦です。フェイ醤油が使っている小麦は 100% 地元の埼玉県の小麦を使っています。生の小麦をこの後煎り釜で煎って、次に活採をしていきます。フェイ醤油で使っている小麦は里の空という品種の小麦を使っています。お醤油に大変適していて糖分が高い良質の小麦を使用しています。でこの生の小麦をその後煎り釜で煎ると、この細かった小麦から色が焦げ茶色について膨らんできます。でさらに煎った小麦を細かく活採して次の工程に移っていきます。これが実際に活採した小麦なんですけど、ただお醤油作りの活採の一つのポイントは小麦粉ほどには細かくしません。少し粗さを残す粗挽きにするのが特徴です。その理由はこの後麹菌が付着をして麹菌が増えて微生物の活動が活発に行われていくことを目的に粗挽きにしておきます。大豆と小麦の関係はまず大豆はお醤油の旨味につながります。小麦はお醤油の風味、香りに一番つながる原材料になっています。麹は実はお醤油作りでもう何よりも一番大切な工程になります。麹とは簡単に言うとカビの一種です。麹室の中はだいたい温度が30度、麹菌っていうのは温度だったりだとか湿度だったりとかに本当に過敏に反応します。で湿度 100% の環境を作ることによってだんだん麹菌が少しずつ増えていきます。麹菌がまず酵素っていう物質を出して、大豆や小麦が分解しやすい環境を整えます。
で、麹菌が例えば小麦を糖に分解して、でその糖をその後もう他の微生物の酵母菌だったりとか乳酸菌が食べやすい環境にしてあげます。麹が最終的に活性するまでには約3日間時間がかかります。これがあの麹の状態がどうかっていうのを確かめてるあの様子ですね。そうですね、麹菌が増えて味が変わってるんですよ。もともと丸大豆って甘いんですけど、こうやって出来上がった醤油の麹って苦くなってるんで、であと香りも結構変わってるんで、そういうのを確かめるために一応食べるように。建物は仕込み蔵って言いまして、全部で38本大きな桶が並んでます。まずこの木の桶で、うちの書物に残ってる一番古い桶はですね、明治の初頭のものなんで、だいたい150年前ぐらいのものです。実際にこの木の桶をですね、作る職人さんっていうのを見つけるのは本当に難しいです。次にはもう全国で50名以下ぐらいっていうふうに言われてまして、笛木醤油でも地道に木の桶を作る取り組みをしてるんですけど、もろみをですね、もろみを仕込む場所です。出来上がった麹と塩水を混ぜ合わせて、今ここに仕込みを行っている状態です。このもろみの中で元々の大豆や小麦に対して、まず麹菌が酵素を出して大豆や小麦が分解しやすい状況っていうのが作られてます。もうずっと150年100年前からその、うち独特のよく蔵付きの酵母っていうんですけど、うちにしかない酵母菌っていうのが桶だったりとか、もしくはこの仕込み屋の天井にずっと目には見えないんですよ、ついてます。その酵母菌がずっとこう強い菌が生き残っていって、その蔵独特のお醤油の味だったりとか香りを作ってくれてます。だからこれが本当にうちの笛木醤油の一番大事なもう宝物っていうか、もう心臓っていうか、何よりも大切なものですね。この棒はもろみを混ぜるときに使う解棒と言います。もろみに刺してもろみ全体を均等に混ぜていきます。で、貝入れの目的は仕込んだ原料を均等に混ぜることを一つ目的としています。やっぱり酵母菌だったり乳酸菌だったりとかって、我々人間と一緒で生きていく上で空気が必要なので、時々混ぜてあげて空気を送って発酵だったりとか熟成とかを促すことを目的に改良しています。まだ仕込んだばっかりなんでとっても硬いです。仕込んでから半年経つことによって、酵母菌だったりとか微生物が原料の大豆を食べて分解をして、こういうふうに色が少し、茶色っぽく変化をして、一般的にお醤油って大体半年ぐらいでできるっていうふうに言われてるんですけど、一般的なお醤油の大体半年ぐらいでお醤油っていうのをこう作ってしまうと、しっかりと原料の大豆や小麦が微生物たちによって分解されてないので、こうピリッとした塩角、しょっぱさの塩角みたいなのが残ってしまうのがやっぱり特徴です。で、やっぱり大体2年だったりとか3年間やっぱゆっくり熟成させることによって、原料の大豆や小麦が全部分解されて、やっぱりコクがあって香りの高いお醤油っていうのが出来上がると思います。このもろみが仕込んでから大体約2年発酵熟成させたもろみになってます。さらに笛木醤油では一番発酵熟成期間が長い醤油として、この木の桶で3年間発酵熟成させた
西仕込み生醤油っていうお醤油がございます。もうこれは本当に FX 醤油の中でも一番高級で、原材料も2倍かかってまして、最初の口に入ってきた時の舌に残るお醤油の味と、あと最後こう口に全体で広がるこのトータルなバランスとハーモニーっていうのがもう絶妙すぎて、本当に言葉にならない笑顔が出てきます。このもろみが完成した後に、このもろみを絞る圧搾っていう作業に移ります。この仕込み蔵は本当に昔ながらの製法で、不液醤油の歴史は、創業は江戸時代の中頃、寛政元年1789年創業で、今年創業231年目を迎えます。ここでは金桶で仕込んだもろみを、まず1日目はもろみの重さだけでゆっくり絞っていきます。で、2日目はさらに重みを増して40トンの重さを加えます。で、3日目はさらに移動をして300トンの重さで、また30秒に1回プレスをかけます。もちろん1日で圧搾って機械でやろうとすればできるんですけど、1日でやってしまうとこうお醤油本来の甘みとか香りとかがうまく出ません。なので昔ながらのやり方で3日間ゆっくり圧搾することによって、お醤油本来の甘みとか旨味とか香りとかがちゃんと引き立つようにしています。絞ったばっかりの生醤油を火入れをして加熱する場所です。まあ、今ここにですね、だいたい6000リットルぐらいのお醤油が入ってます。火入れをする目的は、生醤油っていうのは酵母菌だったり微生物がまだ生きているので、その微生物の活動を抑えることを目的に行います。今火入れ向こうでしたお醤油をこっちに移動して、ここの成長タンクに入れました。で、この成長タンクに入れて、大体1週間以上ゆっくり寝かせます、置いときます。そうするとおりだったりとか不純物が下に落ちてきます。お醤油のまず色なんですけど、お醤油って黒っぽい色をしてるんですけど、本当に出来たてのお醤油っていうのは赤褐色の色をしてます。この香りはですね、実はお醤油って機械で分析すると300種類以上の香りが組み合わさってます。具体的に例えばチョコとかソフトクリームのバニラとか、あとコーヒーとか花のバラとかヒヤシンスとか、そんないろんな香りが組み合わさってます。で、最後に味のチェックです。今だいたい年間10クラから15クラぐらい、減少してます。今国内のお醤油の出荷量の 1% がこの昔ながらの木の桶で仕込んだ木桶仕込みのお醤油になっています。こういったお醤油を欲する人っていうのは少しずつ増えてきてると思います。で、やっぱりもしこの昔ながらの木桶仕込みのお醤油っていうのが全部なくなってしまったら、やっぱり日本の昔から伝わっている郷土料理とか、この地元でずっと作られていた料理とかがやっぱりその味が失われてしまうと思いますし、その食文化、地域の食文化っていうのがもしかしたら途絶えてしまうんじゃないかなというふうに思います。日々努力しながら、日々精進していきながら、やっぱりずっと守り続けていきたいというふうに思います。